内藤大輔は、日本の元プロボクサー。元 WBC 世界フライ級王者。第49代日本フライ級王者。第35代アップブフ東洋太平洋、フライ級王者。宮田ジムに所属していた。引退後は、タレントやボクシング解説者として活動している。北海道アブタ群豊浦町出身。マネジメント先は、トラロックエンターテインメント。血液型大型。 母親は大介を身ごもっている時に夫と離婚しており、アルバイトで大介と4歳上の長男を養い、後に小さな民宿を始めた。一家の生活は楽ではなかったものの、学校での大女少年はマラソン大会や運動会の徒競走で必ず1位になるなど、運動神経抜群でクラスでは人気者だった。中学では卓球部に所属していたが、 中学2年になると、いじめの標的にされた。生活が苦しかったため、兄のお下がりの制服や、スキーウェアなどを着ていけば、ボンビーというあだ名で馬鹿にされたり、給食のおかずや貴重品を取り上げられたり、教師に見つからないよう一目につかない場所で暴行も、受けた。内藤は、異界をわらうまでに追い詰められるも、教師からはいじめには気づいてもらえず、気の強い母親への相談も諦め、 一人でいじめに耐える中学生活を送った。進学先の北海道豊浦高等学校にいじめ加害者らが進学しなかったことからようやくいじめから解放され新しい仲間との出会いを通じて本来の明るさを取り戻す。ハンドボール部に所属し3年時には同校発の全道大会出場に貢献した。卒業後には東野古そばにあるホテルに調理師として就職が 内定していたが、春休みの研修で上司と口論になり、内定を取り消され、就職に失敗した。以降、定職に着かずだらだらと日々を過ごしていたが、母親に知ったされ上京した。母はあらかじめ、性別したジップが経営する公務店に、大介を働かせてやってほしいと話をつけていた。上京から一年後、書店で目にしたボクシング雑誌に刺激を受け、 下宿先の近くにあった、宮田ジムに入門する。内藤はボクシングを始めた動機について、地元に帰省したらいじめっ子に会うんじゃないかって怖かった。でも、ジムに通えば、喧嘩に強くなれる。強くなれなくても、ジムに行っているといえば、いじめっ子をビビらせられるって思ったと振り返っている。しかし、格闘技が好きではなかった母から、あんな野蛮なスポーツはダメだと叱られ。 感動を言い渡された。1996年10月11日に、プロデビュー戦。1 r k を勝ちで飾ると、1998年12月19日の、全日本フライ級新人王決定戦で、福山昇に1 r k を勝ちし、9勝1、引き分けの戦績で、新人王を獲得した。2001年7月16日、 坂田武の持つ日本フライ級王座に挑戦するも、引き分けで王座獲得はならなかった。2002年4月19日、タイでポンサックレックシンワンチャーの持つ WBC 世界フライ級王座に挑戦し、世界フライ級タイトルマッチ史上最短記録となる1 R34 秒小負けを喫した。しかし、復帰戦で小勝ちし、 その後も、低い鉄邸を下すなど、順調に勝ち進んだ。2004年6月6日、日本フライ級王者の中野博史に挑戦。内藤は、中野から2度のダウンを奪うなど、一方的に攻め続け、6R に、偶然のバッティングによる、負傷判定勝ちを収め、日本王座を獲得した。10月11日には、小島武幸を相手に初防衛戦を行い、 日本タイトルマッチ史上最短となる 1R24 秒で小勝ちを収めた。2005年10月10日、WBC 世界フライ級王者、ポンサクレックに再挑戦するも、7R 負傷判定で敗れた。2006年6月27日、アプブフ東洋太平洋フライ級王者の小松、のりと史上初の日本、東洋太平洋統一タイトルマッチを行い、小松を6ティコで破り、 日本、東洋太平洋王座の2巻となった。12月10日には、東洋太平洋王座単独の防衛戦を行い、判定で、初防衛している。2007年、自身の負傷と、日本、東洋王座の防衛戦の兼用が困難になった、ことなどを理由に、両王座を返上した。内藤は2007年1月から白井、具志堅スポーツジムの野木武史トレーナーに指示し、 戦術とスタミナの強化に努めた。ポンサクレックとの3度目の世界タイトル戦が決定したが、スポンサー集めが難航し、資金を用意できず開催が危ぶまれた。内藤は会見で、ファイトマネーはゼロでいい。リングにあげてくださいと懇願し、ディスカウントストア大手のドンキホーテが、スポンサーにつき、東京都の独立 UHF 局である、東京 MX での生中継が決定したことから、 無事開催された。7月18日、WBC 世界フライ級王座3度目の挑戦で、ボンサクレック20にある判定勝ちし、32歳10、ヶ月にして、悲願の世界チャンピオンとなった。2007年10月11日、初防衛戦を行い、亀田三兄弟の次男、亀田大樹を相手に、ほぼ、フルマークの3から0の判定で勝利した。内藤は、 この勝利をきっかけに国民的な人気者となり、以降の試合はすべて TBS テレビが中継した。2008年3月8日に両国国技館で前王者であるポンサクレックと2度目の防衛戦、ポンサクレックとの4度目の対戦を行った。試合は 12R 判定でジャージは内藤勝利市1、ポンサクレック勝利1、ドロー1で引き分けとなったため、 規定により二度目のタイトル防衛となった。2008年7月30日に、国立代々木競技場第一体育館で、当時の日本王者、清水俊信と三度目の防衛戦。9R まで清水のアウトボクシングに苦戦し、ポイントリードを許したが、10R にカウンターを起点にしたラッシュでダウンを奪う。立ち上った清水にさらに畳みかけて二度目のダウンを奪い、逆転小勝ちで、 世界王座三度目のタイトル防衛となった。この日の興行では、ダブルタイトルマッチとして、WBA 同級王者、坂田武の防衛戦も行われた。2008年12月23日に、両国国技館で、元東洋太平洋、ライトフライ級王者、山口慎吾と対戦した。11R に、山口からダウンを奪うと、立ち上がってきたところに連打を叩き込み、 レフェリーストップで1分11秒 TK を勝ちし、世界王座4度目の防衛を果たした。山口戦前には普段の生活を見直し、午前0時前には必ず寝る8時間以上の睡眠、ネットやメールは必要最小限に控えるを実行。休みの日に練習するのはサボるのと一緒とオーバーワークにも注意した。2009年5月26日。 WBC 世界フライ級10位の熊、浅田田を相手に5度目の防衛戦。当初は中国、上海での対戦予定であったが、現地のイベント代行業者の不手際によって、現地での開催を断念し、急遽、東京のディファ有明で、前座試合なしのワンマッチ工業、チケットは当日券のみという異例の形で開催された。試合は収縮戦を強いられ、5ールに、 偶然のバッティングで右まぶたをカット 6R にはダウン 11R には構内をカットして出血し熊の猛攻に防戦一方となった場面もあったが3から0の判定勝ちで5度目の大座防衛に成功した2008年11月に開催された WBC 総会で1位のパノムルンレッククラティンデエンジム以外に同年5月に行われた挑戦者決定戦に 勝利した2位、クリオセサール・ミランダにも指名挑戦権を認めるとされていたが、ミランダの指名挑戦権は2009年4月に前王者であるポンサクレックと暫定王座決定戦で対戦することが決まった時点で出港し、この決定戦ではポンサクレックが暫定王座を獲得した。二千九年十一月、カメラ後期戦のリングに向かう内藤と宮田 WBC より、 ポンサクレックとの王座統一戦を行うことが義務付けられていたが、前日の熊戦の負傷の影響で延期が認められたことから、ポンサクレックは8月28日に母国でマスダ・久を相手に初防衛戦を行い、6回 TK を勝ちで防衛成功した。内藤も統一戦の前に防衛戦を1試合行うことを認められ、11月29日、かねて、 より因縁深かった元 WBA 世界ライトフライ級王者亀田ダコと対戦。試合は 2R2 コウの左ストレートが内藤の鼻を捉え、このパンチ以降鼻からの断続的な出血を強いられ、アウトボクシングをするコウを内藤が追い続ける展開となったが、コウを捉えきれず0から3の判定で敗れて王座から陥落した。家族からは引退を進める声もあり、 身体に注目が集まっていたが、亀田ダ・コ戦からちょうど2ヶ月後の2010年1月29日に、宮田ジムで記者会見を行い、打倒、亀田を掲げ現役続行を表明した。2010年3月、亀田ダ・コとの王座統一戦のために、東京を訪れたポンサクレック・ボンジョンカムと、内藤を5月9日に、高楽園ホールで再起戦として、 リエンペットソーイラポンとノンタイトル10回戦を行い、5RK を勝ちした。以降1年以上試合を行わず、世界王者であるため、JBC の規定で、ライセンスが失効する37歳を過ぎても、最高付の申請は可能だったが、手続きを行っていないことが明らかとなり、ライセンスを失った状態であった。2011年11月12日放送の、ジャンクスポーツにて、 現役引退を表明し、後日正式に引退会見を開いた。12月31日に、大阪府立単位区会館で行われた、井岡和とのタイトルマッチの前座で引退セレモニーが行われ、2012年1月12日には、かつての勤務先でありスポンサーの、長谷工コーポレーション主催による引退パーティーが開かれ、エキシビションを披露した。2012年6月より、 ダイヤモンドグローブの解説者に就任することが発表された。6月20日には TBS が中継した井岡和人と八重樫東の WBC、WBA ミニマム級王座統一戦に解説者として出演し、以降も TBS のボクシング中継で解説を務めている。富士テレビにもゲスト出演するほか、現役時代にもテレビ東京の中継に、 ゲスト解説として出演したことがある。また、フジテレビ系の昼ドラ、モメルモンには、福来たるで、本格的に俳優デビューした。2013年7月には、北海道札幌市白石区に、内藤がプロデュースするラーメン店、メンヤベンベが開業している。2019年2月、北海道の民放5局と、NHK 札幌放送局による共同キャンペーン。 ワン北海道プロジェクトのキャンペーンソングに参加。2019年10月11日、東京都内でバイクを運転中にトラックと接触し転倒して肋骨を折る重傷を負った。入場曲は CCB が1985年にリリースしたロマンティックが止まらない。リーチは175センチメートルでフライ級では長い部類に入る。ハードパンチャーでもあり、 障害孤立は7割近くに達した。ボクシングスタイルは変則的と称され、常に状態を大きく動かしながら、パンチを繰り出し、反動を生かして、追撃や回避、あるいはその両方を素早く行う。また、コンビネーションのリズムの変化や豊富なフェイントなども、対戦相手を困惑させる要因となっている。パーリングやウィービング、あるいはスリッピングなどのパンチから逃げずにかわし即、 反撃につなげる技術に引いてており、試合では相手のパンチに即座に反応してパーリングしつつ、ほぼ同時に反撃のパンチを入れるシーンをお見せ、2008年12月23日の山口新吾戦では 11R1 分11秒で TKO 勝ちを収めるまでに839発を記録するなど手数の多さにも定評があった。タイが誇る名ボクサー。 ポンサクレック・ボンジョンカムとは4度にわたり対戦した。第1戦2002年4月19日、無敗で世界初挑戦。敵地帯でポンサクレックの持つ WBC 世界フライ機王座に挑んだ。敵地ゆえに判定決着では負けると判断した内藤は初回から積極的に仕掛けるが、開始20秒付近で内藤が右アッパーを出した矢先、ポンサクレックが 左フックをかぶせた。結果、強烈なカウンターとなり内藤は、リング上で大の字になりながら失神し、世界フライ級タイトルマッチ史上最短となる34秒での小負けとなった。第2 0 0千五5年10月10日、ポンサクレックに再挑戦した。ポンサクレックは、防衛を重ね、この試合が12度目の防衛戦だった。 1R は内藤がポンサクレックに対して積極的に攻撃を仕掛けたが 2R の偶然のバッティングで内藤が出血しポンサクレックの構成から 7R に試合がストップ。負傷判定で内藤の世界再挑戦は失敗した。第3戦2007年7月18日3度ポンサクレックに挑戦した。ポンサクレックの王座防衛回数はミゲルカントの 14を上回る、フライ級史上最多の17にまで伸びていた。第1戦、第2戦の反省を踏まえ、内藤は序盤から距離を取り、長いリーチと変則的なアウトボクシングで、右ストレートと左フックで有効打を重ねていった。ポンサクレックも、要所で、コンビネーションブローを決め、試合は、判定にも連れ込んだ結果、点三二差の三から零判定で、 内藤の勝利となり、32歳10ヶ月にして、悲願の世界チャンピオンとなった。判定結果を聞いた内藤は、自分の右の方をつねったり顔を叩くなどして、夢ではないことを確かめる素振りを見せていた。2007年度の年間最高試合に選出された。第四戦、亀田大輝との初防衛戦を制した内藤は、WBC の規定により、二千八年三月八日に、全王者。 ポンサクレックと二度目の防衛戦を行った。序盤から中盤にかけてはなかなかパンチが当たらない展開だったが、中盤以降にお互いのパンチが当たり出し、お互い最終ラウンドまで足が止まらないタフでアグレッシブな試合となった。判定は1から1の三者三様で引き分けとなり、内藤が二度目の防衛に成功した。長男、後期への対戦要求時の発端は2005年1月。 そのビッグマウスと派手なパフォーマンスで当時のボクシング界の話題をさらっていた亀田ダコが週刊誌のインタビューの中で内藤を弱いと評し、これを受けた内藤がコーに対戦を呼びかけたことに始まる。しかし、亀田陣営は誰やそれ興味ないは6回戦レベルなどと志賀にもかけない態度を貫いていた。 内藤も負けじと自身と容姿が似ている涙洋クの持ちネタであるギター侍に噴し結局逃げられて残念。亀田君くんたまには日本人とやろうよ、霧というキャッチコピーを載せたポスターを作成するなどして亀田陣営を挑発した。内藤はポンサクレックへの3度目の挑戦を前に世界王者になれたら亀田を挑戦者に指名すると宣言した。 試合後内藤は、これで、立場が逆になった。チャンピオンになったのだから、どっしりと構えますよ。あっちが行ってくるまで待つとコメントし、これを受け後期も、いつでもやってやると挑戦者に名乗りを上げたが、初防衛戦の相手は、後期ではなく次男の大輝に決定した。次男、大輝との初防衛戦マッチ契約前から、東該工業は、亀田兄弟の所属する、 競泳事務のプロモートが決定しており、競泳側は第気期に世界王座獲得の日本人最年少記録をかけさせたいと目論んでいたことから、内藤陣営に厳しい交渉期限を設けていた。そのため、宮田事務の宮田博之会長は、ポンサクレック陣営の持つオプションの買い取り交渉を追日で決めるために奔走した。両者は絶戦を繰り広げ、亀田陣営が内藤を ゴキブリ呼ばわりして挑発したが、内藤は前に自分をゴキブリ呼ばわりしたけど、ゴキブリはしぶといよ。地球が滅亡しても生き残るんだからね。ゴキブリが一番強いことを証明しますよ。亀田兄弟はなんで日本人と戦わないのかとみんなが思っている。ここで僕と戦わないと亀田の人気は下がるんじゃないのなどと反撃し、大気もゴキブリに分析もクソもあるか。 ゴキブリホイホイや、あいつ昔いじめられ、とったんやろ俺がリングでいじめたるよ。俺はいじめっこや。などと絶戦を繰り広げた。試合は序盤からガードを固めてと進する単調な試合運びだった大輝に対し、内藤がガードの上から有効打を浴びせるなど了解な技術で最終ラウンドまで圧倒し、判定3から0で圧勝、初防衛となった。 大輝は序盤からサミングやローブローを出し、試合中のオープンスコアリングシステムで大輝振りが伝えられると、12R ではグローブの上からサミングを出し、さらに内藤を抱えて投げ飛ばすなど様々な反則行為を行った。これらを兄、後期と父、四郎が指示していた事実も後に明らかになり、日本中からの批判にさらされた。内藤は勝利者インタビューで、 思った以上にやりにくかった。ただ、ポンサクレックより、全然弱かったです。亀田に、初黒星をつけて、国民の期待に少しは応えられたと思いますと、コメントし、試合後の会見では、これは全部サミングです。試合中はずっと目ばかり狙ってきたと怒りをあらわにし、ボクシングは喧嘩ではなくスポーツ。あっちが反省しないのなら、もう、亀田兄弟とはやらないと宣言した。 しかし、10月17日に、亀田夫氏が会見で謝罪したのを受け、ああいう態度の亀田夫氏を見るのは初めて。僕はもう終わったことだからと割り切っている。いがみあって終わりになったので、お疲れ様と称え合いたいと述べ、和解に前向きな姿勢を見せた。大輝は会見の翌日に、内藤宅を訪問し直接謝罪し、四郎も電話にて謝罪をしたとのことで、内藤は、 気持ちは伝わりました。この問題はこれで本当に終わりですとコメントした。後期との対戦を大座観楽へ2008年7月30日に行われた3度目の防衛戦での内藤の勝利者インタビュー中に突如、亀メ後期がリングに上がり、次に試合をしようなどとマイクパフォーマンスをした。後期の行動に対処観客席からは歓声混じりの矢字も飛び、 試合を中継した TBS に視聴者からの抗議が寄せられたが TBS 側はハプニングで設定ではないとしている。2009年11月29日に後期と WBC フライ級王座6度目の防衛戦を行った。序盤に後期のカウンターで鼻を骨折し、その後アウトボクシングに徹した後期の作戦がを奏し、 零から三の判定で敗れ大座防衛に失敗した。敗戦後は引退も匂わせる発言もしていた内藤だったが、大座観落から2ヶ月後の2010年1月29日に宮田事務で記者会見を行い、後期との再戦を目指し現役続行を表明したものの、当の後期は三階級制覇を目指していたこともあり、再戦には消極的であった。工業権は、 内藤側が保持しており、後期が初防衛戦となる指名試合を制した場合には再戦が可能だったものの、後期がポンサクレックに敗れ初防衛に失敗し、後期が階級をバンタム級へ上げたことで、対戦の可能性がほぼなくなったことが、引退を決める要因の一つとなった。母親の教育方針は厳しく、母親から一度も褒められたことがないと話しており、当の母も褒めて、 育てるのは趣味じゃないとインタビューで答えている。内藤は中学時代いじめられていることを母に相談できなかったが、母はいじめられていたことを知っていれば黙っていなかった。ボクサーになった大輔が祝勝会で話すのを聞くまで全く知らなかった。気づいてやれなかった自分の不甲斐なさに腹が立つと自責の念があるとしている。内藤の収入が不安定だったにもかかわらず、 夫人との結婚を許してくれた義理の両親を敬愛しており、テレビ朝日系列の人気番組、大改造。劇的、ビフォーアフターを通じて、店舗兼自宅のリフォームをプレゼントしている。これが契機となり、有名人の実家リフォーム相談スペシャルがシリーズ化された。2007年末、トレーニングの一環として大相撲の宮城野部屋を訪れ、同部屋所属の 第69代横綱、白鵬と稽古を行った。翌年2月には、白鵬が宮田ジムを訪れ、内藤とサンドバッグ叩きやミット打ちなどを練習し、進行を深めている。これが縁で、関口博の東京フレンドパーク2で白鵬と共演している。単発出演の番組は除く。ありがとうございます。